おお。ご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルでは暮らしをちょっぴり便利におテーマに素敵な商品やサービスを紹介しております。今回はリクリーンの防湿庫を紹介します。私は去年の冬にソニーのミラーレスカメラ α7C を購入しました。ちょうど乾燥の時期ということで、それまで防湿庫やドライボックスを買ってこなかったのですが、梅雨を目前についに購入を決断しました。ただ個人的にはプラスチックの箱の中で保管というのもかっこいいものではないと考え、 Amazon で一番安い防湿庫リクリーンの防湿庫を買いました。こちらの動画では開封の様子と湿度計の取り付け方、商品の特徴、そして実際に使ってみての感想を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ということで早速開封していきましょう。開封の手順なのですが、段ボールの側面に丁寧に記載されていました。この手順に沿って開けていきましょう。保管撮影のカメラが近すぎて分かりにくいですね。すみません。お待たせしました。ついにご開帳です。四隅はこのように発泡スチロールできっちり保護されていました。こちらの可愛らしい箱には アナログの湿度計が入っていました。さらに開封を進めると、湿度計を固定するためのパーツに防湿庫の扉の鍵、電源アダプター、取扱説明書が出てきました。そして防湿庫内に敷くためのスポンジと本体となります。さて続いてなのですが、私自身も苦戦しましたので、湿度計の取り付け方について紹介します。まず全力で湿度計を取り付ける場所のゴムパッキンを外します。これが結構厄介で、ご覧の通り少し苦戦しました。そもそも湿度計をゴムパッキンの上に乗せるだけだと隙間が生じてしまい、乾燥状態を保てません。そのためゴムパッキンの内側に湿度計の留め具を挟み込む必要があるのですが、中途半端な隙間だと湿度計はうまくはまりません。このくらいまで外さないと設置できません。うまく設置できましたら、あとはゴムパッキンをぐいぐい押し込み元に戻します。ようやくこれで設置完了です。それではこちらの商品の特徴を紹介したいと思います。何を差し置いてもまずはこれ、圧倒的な安さです。私が Amazon で購入した2021年4月時点で税込み7980円でした。これは Amazon で最安値となります。なお私が購入した防湿庫は21リットルの収納力となります。これはリクリーンの中でも最小モデルです。もっと大きいものもありますが、サイズに応じて値段も上がりますので、購入の際はそちら事前に調べておきましょう。2つ目の特徴は湿度計がアナログであることです。防湿庫の湿度計には主にデジタルとアナログの2種類があるのですが、個人的にはアナログの方がかっこいいなと思っています。いくら安くてもデジタル式だったら私は買いませんでした。3つ目の特徴はランニングコストが低いことです。本商品1日稼働させても電気代が1円ほどと、とてもリーズナブルです。乾燥する冬のシーズンは使わないかもしれませんが、それ以外は常に入れっぱなしにすると思います。そんな中ランニングコストが安いというのはとてもありがたいですよね。最後に本商品を使ってみての感想を紹介します。まずは論より証拠、冒頭でも見ていただきましたが、しっかり湿度は下がります。計測をしたのは雨が降る4月で、湿度計は 60% を指していました。どんどんアナログのメーターが下がっていくのがわかると思います。防湿レベルは最大に設定、ものの15分で 10% も下がりました。
こちらは1時間後の様子となります。 60% あった湿度が見えにくいと思いますが 30% 近くまで下がりました。さらに1時間後、ご覧の通り 20% 近くまで下がりました。そして試しに湿度レベルを半分にまで抑えてみたところ、30分後には湿度が 30% に上がりました。設定の強弱で防湿庫内の湿度が変わることも確認できて、商品としての個人的な信用度も上がりました。このようにとても安いにもかかわらず防湿庫としての機能を果たしてくれています。こちらのレビューは購入して1週間のものとなり、耐久性については不明です。ですが5年間のメーカー保証がついているので、きっと長く活躍してくれることでしょう。また電源が入っている状態でも音は全くしません。電源を入れレベル最大にして耳を近づけても音が分かりませんでした。以上、ここまで紹介した通り個人的には大満足の商品でした。何より梅雨や湿度が上がる夏を7980円だけで安心して迎えられるのです。それだけでとても価値があると思います。皆様も防湿庫を探しているようでしたら、試しにリクリーンの防湿庫を購入されてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。マグネット式の LED ライトは別売りのものとなります。本商品には付属しませんのでご注意ください。